さあ早速美文字を解説していきます。なんといってもこの3つの左払い書くの難しいですよね。1本目の左払いと2本目の左払いは全く同じだと覚えておきます。そしてこの左払いの最初の始まり自体はまっすぐ揃う、要するに左払いの始まりと終わりは横幅が揃っているわけなんですね。そして3本目の左払いはやや右から始まって少しだけ下方向に払うという書き方になります。この左払いだけが丸いし下方向に引っ張っている、青の幅で見るとこっちに膨らんでいますよね、まあ、こっちもちょっと膨らむんですけれども、1、2本目と3本目が違うというふうに覚えておきます。そして今度は辺と作りの関係の時の辺の中の文字の位置についてです。ここの四角い中で中のパーツを囲ってみるとやや右にずれていることがわかります。これは左側は広くして右側を狭くするという法則があるからです。さあ正しい例を書いていきます。この幅に対して中のよしみたいな字の縦線右にずれていることがわかります。これで左広く右狭くすることができるようになりました。今度はここの左払いは短くしつつ思いっきり左に開きます。そしてこの左払いは同じ幅なんですよね。そしてこの左払いだけは左から始まって下方向に広がるという形を取ります。さあ続いて筆ペンですね。左払い自体がね書くの難しいですよね。払ってしまうと筆ペンの性質上パサついてしまうし荒く見えてしまうんですよね。左払いや跳ねって払わずに先の方まで書いてここでやめる意識が重要なんですね。さあせっかくなんで筆ペンも全体的に書いていきましょう。そしてねこの左払いもあんまり太くできないんですよね。外枠って太くしてしまうと中を狭くしてしまうので、どちらかというと太くした方がいいのは中の線なんですよね。中太く外細くすると品が出るんですよね。でやはり左払いの先まで丁寧に丁寧に書きます。そしてこの左払いの先もとんがらせずに丁寧に先まで優しく書くと品よくなるんですよね。さあ続いて大筆で解説します。左払いは筆ペンだけじゃなく大筆も筆先を先行させちゃいけないんですね。払ってしまうと払い先パサパサになってしまいますからね。筆ペンの時と同様大筆の先の方まで、左払いの先の方まで払わずに引っかいて最後まで書いて、ここでストップする気持ちがとても重要なんですね。まあ、そうすると美しく払うことができます。外枠はねあんまり太くできないんですよね。外枠の線は細くする、これは門構えや風構えでも同じなんですよね。だいぶスレンダーに見えると思います、まあ、やはり横線は細く縦線は太くする、これが基本になってきます。辺と作りの関係の時辺の中のパーツって右に寄せるんですね。そしてこの左払いは1本目は短く書いて2本目同じ線をまた短く書き、やはり払い先まで丁寧に美しく書いておきたいんですね。そしてこの払いだけが右にスライドし、こっちだけが長く丸くなるわけなんです。続いて行書ですね。行書はまあ形は同じなんですけれども全体的に丸くなるし、横線の斜め上がりがバラバラになるっていう法則もあるんですが、なんといってもこの左払いが楽になりますね。2本目と3本目の左払いをこういうふうにつなげることができるので書くのが優しくなるし、楷書に比べると行書の方が多少崩れてもそれっぽく見えるので行書の方が上手っぽく見えやすいんですよね。ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。で彫刻のイメージはグレーなので、まずはグレーで全部ね適当に塗っていきます。まあ、久しぶりこんなスプレーを大量に使いますね。まあ、まず乾いてないんですけれども、ここに彫るようにして墨を乗っけていきます。お、ちょっと弾いてますよね。ちょっと彫るようなことを意識するために墨を飛ばしたり払い先を尖らせたりしてみます。まあ、まさに彫ったように書いてみました。さあいかがでしょうか。結構彫刻感がおしゃれに出たんじゃないかなと思います。今回のお遊びも以上です。ありがとうございました。